ボイジャー2号の撮影した天皇星天皇星の大気は木星や土星等の木星型惑星の大気と同様に主に水素とヘリウムで構成されている。深部では水、アンモニア、メタン等の揮発物が多い。上層はその反対で温度が低いため水素、ヘリウムより重い気体はほとんどない。天皇星の大気は 太陽系のすべての惑星の中で最も冷たく、49系にも達する。天皇星の大気は、主に3つの層に分けられる。高度マイナス 300km から 50km で、気圧100から0.1バールの大流圏。高度 50km から 4000km で、気圧0.1から10から10バールの清掃圏。高度 4000km から、天皇星の半径の数倍までに至る。 熱圏である。地球の大気とは異なり、天皇星の大気には中間圏はない。大流圏には4つの雲の層がある。メタンの雲は約1.2バール、硫化水素とアンモニアの雲は3から10バール、硫化水素アンモニウムの雲が20から40バール、そして水の雲が50バール以下の高さにある。上2つの雲の層だけが直接観測可能である。雲の上には、 高科学もやのいくつかの希薄な層がある。おそらく惑星内部の対流が遅いため、対流圏に、近接観測は1986年に惑星を通過したロイジャー2号によるデータしかなく、天皇星の大気の詳細については判明していない部分も多い。天皇星の内部には、はっきりした個体の表面はないが、天皇防止の気体外層の最も外側部分が、大気と呼ばれる。 遠隔探査は気圧1バールの高度の約3 0 0トル下まで可能であり、その高度の気圧は100バール、気温は 320k に相当する。天皇星の大気の観測の歴史は長く、失敗と挫折の連続であった。天皇星は比較的暗い天体で、角直径は4秒以下である。 プリズムを通した天皇星の最初のスペクトルは1869年と1871年にアンジェロ・セッキとウィリアム・ハギンズによって最初に観測され、いくつかの暗い帯が発見されたが、同定はできなかった。また、太陽のフラウンホーファー線も検出できず、この事実は後にノーマン・ロッキャーによって天皇星は太陽光を反射しているのではなく、 自身で光を発していると解釈された。しかし1889年、天皇星の紫外線スペクトル写真から太陽のフラウンホーファー線が観測され、天皇星は光を反射して輝いていることが決定的に証明された。可視光スペクトル中の太い黒い帯の正体は1940年代まで謎のまま残った。 天皇星のスペクトルを解析する鍵は1930年代にルーペルトビルトとベストスライファーによって発見された。彼らは543、619、925、865、890ナノメートルの暗い帯がメタンに属していることを発見した。これらは非常に弱く長い航路長を必要とするため、それまで検出されなかった。 これは天皇星の大気は他の木星型惑星の大気と比べてかなり深い部分まで透明であることを意味した。1950年、ジェラルド・カイパーは827ナノメートルの別の薄い暗い帯の存在に気づいたが、同定はできなかった。1952年、ゲルハルト・ヘルツブルクはこの帯が水素分子の弱い四極子の吸収線であることを示し、 これが天皇星で検出された二つ目の物質となった。1986年までメタンと水素の二つだけが天皇星の大気の基地の機体であった。1967年から始まった遠赤外線スペクトル観測は天皇星の大気が継続的に太陽から受けたのとおおよそ同量の放射をしており観測される温度を説明するのに 内部の熱源は必要ないことが示している。1986年のボイジャー2号による観測までは特に顕著な特徴は観測されなかった。1986年1月、ボイジャー2号が天皇星から最接近時で 107,100km の地点を通過し、大気の最初の接近画像とスペクトルを提供した。これにより天皇星の大気は 主に水素とヘリウム、約2%のメタンから構成されていることが確認された。大気の透明度は高く、清掃圏及び帯流圏にも親はなく、限られた数の雲だけが観測された。1990年代と2000年代には、ハップル宇宙望遠鏡や、保証工学を備える地上の望遠鏡が、地球から天皇星の雲を観測することを初めて可能とした。 天皇星の雲の追跡により、ボイジャー2号の観測データしかなかった。天皇星の風速の再測定が可能となり、天皇星の大気のダイナミクスの研究も可能となった。天皇星の大気の蘇生は、天皇星全体の蘇生とは異なっており、主に水素とヘリウムから構成されている。ヘリウムのモル分率は、ボイジャー2号の遠赤外線及び電波遠平の観測から決定された。 今日受け入れられている値は、上層体流圏で0.15にプラスマイナス0.033であり、質量分率では0.26にプラスマイナス0.048に相当する。この値は、原子性のヘリウムの質量分率0.2741プラスマイナス0.0120に非常に近く、木星型惑星のようにヘリウムが、惑星内部に沈み込んでいないことを示している。 4番目に多い成分はメタンであり、地上からの分光観測によって、しばしば報告されていた。メタンは、可視光および、近赤外光体に目立つ、吸収体を持ち、天王星をアクアマリン色、またはシアンに見せている。1.3バールのメタンの雲の層より下では、メタン分子のモル分率は、太陽の10倍から30倍に相当する約、約2.3%になる。 大流圏海面の極度の低温のために飽和度が低下し、過剰なメタンが凝結するため、混合比は大気上層で低い。メタンは雲の上の大流圏上層では飽和に達していないようであり、そこでの分圧はわずか30%である。大気仮層に存在するアンモニア、水、硫化水素等のより割合の少ない揮発物質の濃度はほとんどわかっていない。 しかしメタンについては、その存在量はおそらく太陽の値よりも20倍から30倍大きく、もしかすると数百倍になるかもしれないと考えられている。天皇星の大気の同位体存在比についての情報は非常に限られている。唯一基地の同位体存在比は、1990年代に赤外線宇宙天問台で測定された重水素と水素の比で、 5.5プラス3.5から1.5、10から5である。これは木星で測定された原子性の値2.25プラスマイナス0.35、10から5よりも大きい。重水素はほぼ全てが通常の水素と結合した重水素か水素の形で見られる。スピッツァー宇宙望遠鏡による赤外分光や紫外線ウェの観測で痕跡量の複雑な炭水化物が成層圏で、 見つかった。エタン、アセチレン、メチルアセチレン、ジアセチレン等が含まれ、太陽の紫外線等による光分解で、メタンから生成されたと考えられている。赤外分光では、成層圏で、水蒸気や一酸化炭素、二酸化炭素等が見つかっているが、これらは、流星人や水星等の外的な要因で持ち込まれたと考えられている。天皇星の大流圏と成層圏下層の、 温度構造。雲やもやの層も示されている。天皇星の大気は、主に3つの層に分けられる。高度マイナス 300km から 50km で、気圧100から0.1バールの大流圏。高度 50km から 4000km で、気圧0.1から10から10バールの清掃圏。高度 4000km から、天皇星の半径の数倍までに至る、熱圏である。 地球の大気とは異なり、天皇星の大気には中間圏はない。大流圏は最下層で、最も密度の高い層であり、高度とともに気温は低下する。大流圏の最下層マイナス 300km の3 2 0 k から最上層 50km の5 3 k まで低下する。大流圏の上階の気温は、実際は緯度によって4 9 k から5 7 k の、 範囲で変化し、最も低いのは、南位25度付近である。大流圏には、大気の質量のほぼすべてが含まれる。また惑星からの遠赤外線での熱放射のほとんどを占めており、その実行温度は59.1プラスマイナス 0.3K である。大流圏には、複雑な雲の構造が存在すると考えられている。水の雲は50から300バール。 硫化水素アンモニウムの雲は20から40バール、アンモニア、または硫化水素の雲は3から10バール、メタンの雲は1から2バールの範囲に分布していると考えられている。ボイジャー2号の電波沿平実験で1.2から1.3バールの範囲でメタンの雲が直接検出されたが、その他すべての雲の層の存在は未だ不確かである。硫化水素の雲の層は、イオート窒素の存在比が、 太陽の値0.16よりもかなり大きい時にのみ存在できる。そうでないと、すべての硫化水素がアンモニアと反応し、硫化水素アンモニウムを形成してしまい、その代わりにアンモニアの雲が3から10バールの範囲に存在することになる。窒素に対する異様の存在量が多いということは、硫化水素アンモニウムの雲が形成される20から40バールの領域で、 アンモニアが枯渇していることを示唆する。これは、水の雲の水滴中、または深部にある水とアンモニアのイオンの海での、アンモニアの分解によって説明できる。上の二つの雲の層の正確な存在位置についてはいくらか議論がある。常実の通り、メタンの雲は、ロイジャー2号によって1.2バールから1.3バールでの存在が直接検出された。この結果は後に、 ボイジャー2号の画像の解析で裏付けられた。アンモニア、または硫化水素の雲の上端は、可視光及び近赤外光の分光データにより、3バールであることが分かっている。しかし、最近の1から2.3マイクロメートルの波長の分光データの分析では、メタンの雲の上端が2バール、より低い層の雲の上端が6バールであることが示された。この矛盾は、 天皇星の大気中でのメタンの吸収に関する新しいデータが得られるようになって解決された。二つの上層の雲の光学的深さは緯度によって変化する。両方とも極では赤道に比べて薄くなるが2007年にはメタンの雲の層の光学的深さは南極のポーラーカラーが所在する内45度で極大となった。大流圏は非常にダイナミックで 強い帯状風、明るいメタンの雲、暗い反転、季節の変化等が見られる。天皇星の清掃圏と熱圏の温度構造。影をつけた領域は炭化水素が凝縮している場所である。清掃圏は天皇星の大気で中間の層であり、気温は大流圏との境の 53K から高度に伴って徐々に増加し、熱圏の底では 800K から 850K になる。 清掃圏の熱源は、熱い熱圏からの下向きの熱伝導と、太陽からの紫外線や赤外線のメタンや炭化水素による吸収である。メタンは、冷たい大流圏海面を通って、清掃圏に入るが、ここでの水素分子に対する混合比は、飽和の3分の1の約30から5である。気圧0.1ミリバールに相当する高度では、この値は、 約10から7まで低下する。メタンより重い炭化水素は、気圧10から0.1ミリバール、気温 100K から 130K に相当する、高度 160km から 320km の、比較的狭い層に存在する。成層圏で、メタンに次いで豊富な炭化水素は、アセチレンとエタンであり、混合比は、約10から7である。メチルアセチレンやジアセチレン等のさらに重い、 炭化水素の混合比は、さらに3桁、低い約10から10である。清掃圏の気温と混合比は、時間と緯度により異なる複雑な炭化水素は、清掃圏の冷却に寄与しており、特にアセチレンは、13.7マイクロメートルの波長に、強い気性を持つ。炭化水素に加え、清掃圏には1酸化炭素や痕跡量の水蒸気、2酸化炭素が含まれる。 一酸化炭素の混合比は約30から8で炭化水素の混合比と非常に近いが二酸化炭素と水の混合比はそれぞれ約10から11、80から9である。これらの三つの化合物は清掃圏に比較的均一に分布し炭化水素のような狭い層に閉じ込められることはない。エタン、アセチレン、ジアセチレンは清掃圏の冷たく低い部分で 可視光の光学的深さが約0.01のモヤの層を形成する。それぞれ1 4ール2 5ミリバール0 1ミリバールに相当する高度で凝縮が起きる。天皇防止の清掃圏中の炭化水素の濃度は他の木星型惑星の清掃圏中の濃度よりかなり低く、天皇星の大気でモヤよりも上の層は非常に見通しがよく透明である。 この枯渇は垂直方向の弱い混合のためであり、天皇防止の清掃圏には不透明度が少なく、その結果他の木星型惑星よりも冷たくなる。もやは天皇星の表面で不均一に分布する。1986年のイタリテンでは太陽側の極近くに集まり、紫外光で暗く見える部分を形成した。数千キロメートルも広がる。 天皇星の大気の最も外側の層は熱圏、外気圏であり、温度 800K から 850K で一定している。これは、例えば土星の熱圏で観測される 420K よりもかなり高い。このような高温を維持するのに必要な熱源については未だわかっていない。太陽の紫外線や極紫外線の放射、オーロラの活動では、 必要なエネルギーは得られないと考えられているが、清掃圏に炭化水素が欠けていることによる弱い冷却効率がこの現象に寄与している可能性はある。水素分子に加え、熱圏には高い割合の自由水素原子が存在いるが、低い高度で拡散するヘリウムは存在しないと考えられている。熱圏と清掃圏上層は多くのイオンや電子を含み、電離圏を形成している。 ボイジャー2号による電波遠平観測により、電離圏は高度 1000km から1万 km の間に存在し、特に 1000km から 3500km の間が濃い層になっていることが示された。天皇星の電離圏の電子密度は平均で 104cm から3であり、最高で 105cm から3に達する。電離圏は 主に太陽の紫外線放射によって維持され、その密度は太陽変動に依存する。天王星のオーロラのか高い電子密度は部分的には清掃圏に炭化水素が少ないことも原因である。電離圏や熱圏に関する情報源の一つは、地上からのプロトン化水素分子の中積外線の強い放射の観測である。合計の放射力は1から 2011W となり、 近赤外線の水素4極子放射よりも一桁強い。プロトン化水素分子は電力圏の主要な冷却剤の一つとしても機能する。天皇星の大気上層はデイグロまたはエレクトログロと呼ばれる塩子外線の放射源となっており、プロトン化水素分子の赤外線放射と同様にほとんどが惑星の太陽側の半球から放射されている。 すべての木星型惑星の電離圏で生じる。この現象は発見当時は謎であったが、現在は太陽放射、または光電効果により冷気された水素原子や水素分子からの紫外線傾向と解釈されている。水素コロナ平均自由工程がスケールハイトを超える熱圏の上層は外気圏と呼ばれる。天皇星の外気圏の下の境界は、 高度約 6500km、惑星半径の4分の1であり、惑星半径の数倍まで広がっている。主に水素原子で構成されており、しばしば天皇防止の水素コロナと呼ばれる。熱圏の底部の高温と比較的高い気圧が天皇星の外気圏がこれほど広がっている一因であると考えられている。コロナの水素原子の密度は惑星からの距離に応じてゆっくりと低下し、 天皇星の半径の数倍のところでは、一立方センチメートルあたり数百個となる。この被大化した外気圏の効果として、天皇星の軌道中の小粒子が引っ張られ、天皇星の管からゴミを枯渇させる。代わりに落ち込んだゴミは、惑星の大気上層に混ざる。天皇星の大上風の速度、影をつけた領域は、南北のポーラーカラーを示している。赤い曲線は、 データのシンメトリカルフィットである。天皇星は比較的穏やかな見た目を持ち、木星や土星で見られるような色のついた太い帯や大きな雲は見られない。1986年までは天皇星の大気で際立った構造は観測されなかった。ボイジャー2号で観測された最もはっきりした構造はマイナス40度からマイナス20度の間の低緯度地域の暗い領域と南極の 明るい極寒である。極寒の北の境界は、緯度約マイナス45度である。最も明るい帯は、極寒の端近くマイナス50度からマイナス45度に位置し、ポーラーカラーと呼ばれる。1986年のイタリから存在していた南極の極寒は、1990年代に消失した。2007年の文典の後、 南極のポーラーカラーも消失し始めたが、2007年に初めて観測された45度から50度に位置する北極のポーラーカラーは以前よりもはっきりと成長し始めた。天皇星の大気は他の木星型惑星と比べると穏やかである。1986年以来、両半球の注意度の極限られた数の小さな明るい雲と一つの暗転が観測された。 緯度マイナス34度に位置し、ベルクと呼ばれる明るい雲のうちの一つは、おそらく少なくとも1986年から継続して存在し続けている。天皇星の大気では、赤道付近で逆光方向の比較的強い帯状風が吹くが、緯度プラスマイナス20度では、極地へ向かう巡航方向に変わる。風速は、赤道ではマイナス五十から引く、秒速百メートルで、 緯度50度付近では秒速240メートルにもなる。2007年の分点以前に測定された風の性質はいくらか非対称で南半球の方が強く、この半球が太陽に照らされていた2007年以前には季節の変化を見せた。2007年以降は北半球の風が加速し南半球の風は減速した。天皇星は 84年の周期でかなり豊かな色の変化を見せる。一般的にイタリテンの近くではより明るくなり、文点の近くではより暗くなる。色の変化の大部分はこの配置の変化による。また、大気の反射性の固有の変化も存在し、周期的に極寒が暗くなったり、明るくなったり、またポーラーカラーが現れたり消えたりする。ウィキメディアコモンズには、 天皇制の大気に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。